朝日です。奄美大島台風14号子犬のせいでめっちゃ天気が悪い。というわけで台風が来たら恒例の台風次郎やっていきましょう。本日は飛乳化致死次郎です。メイン朝日開店です。そしたらまずスープから取っていきましょう。これがね豚ガラです。こういう背ガラと原骨が割ったものが入ってます。1キロあります。これを鍋にぶち込みます。致死次郎前回やった時にね土乳化で作ったんですよ。そしたらもうめっちゃ完食大変だったんで、もう背脂死ぬほど乗せるからね。だからスープの方は飛乳化にしたらなんかちょうどよく食えんじゃねえかっていう試みです。ガオラで、飛乳化ってことで、なるべく油を排除して作ろうと思うんだけれども、そうするとどうしてもね、パンチやコクが弱まるんで、今日は豚ガラの他にこちら、掃除した鶏ガラ、鶏ガラも使います。これで、豚と鶏の旨味が溶け出した、バチクソうまいスープを取っていきます。で、水。さ、そしたらまずは、ガンガンに沸かしていきましょう。で、いつもアク取らないんだけれど、今日はきっちり取ります。まず最初に沸騰するとこう出てくるんで、この一番アク、これをきれいに取ります。で、ある程度取ったらこう殻をかんますんですよ。そうするとまた出てくるんで、それもしっかり取ります。もうどん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 出てきて無限の戦いに思えるんですが、根気よく取ります。アクをしっかり取るとこうやって澄んだきれいなスープになります。そしたらハソをかけていきます。弱火にして1時間炊きます。はい、1時間炊いたものがこちらです。おお、いい感じ。あ、すげえいい匂い。やっぱ鶏入ると香りが全然違うね。そしたらさらにスープが出るようにこうガラを崩してやります。あ、鶏はもうほんとグズグズになってる。でもまだまだ出汁出るよ。で、こういう骨髄はほじほじしてしっかり中身を出しましょう。ガラを崩したらここに野菜類も入れていきます。まずネギの青い部分、キャベツの芯で、ニンニクで、圧をかけてさらに1時間弱火で炊いていきます。た、はい、オープンです。よっ、おー、いい感じ。さらに良くなったね。したらここでスープ一回こしてしまいましょう。そしたら最後チャーシュー煮ていきます。豚肩ロースの脂身少ないのにしました。今日は2玉で、圧をかけて30分です。さあ、チャーシューはいかがでしょうか。おお、柔らかいんじゃない。あ、柔らかいわ。ギュッて掴んだら崩れそう。そしたらスープ休ませてる間に返し作りましょう。キッコーマン特選丸大豆醤油、これが200です。で、みりんです、これが50で、ぶっ飛ぶ粉味の素、これを1袋全部 50g 入れます。おいしくなあれの魔法で、いつもはここに塩 30g 入れるんだけど、今日は入れません。塩分濃度を控えます。そうすることで返しがいつもよりも多く使えるんで、醤油がキリッと効くと思うんです。したら返し、火にかけます。で、ふつふつしてきて粉系の調味料が全部溶けたら、ここにニンニクです。で、軽くふつふつやって香りを出してやる。で、こしてやる。はい、返し完成です。で、できた返しにさっきのチャーシューをつけておきます。これをしないとチャーシューも返しも美味しくならない。で、こちら休ませておいたスープ、表面に油が浮いてきてるんで、この油は抜いちゃいます。言うてそんなないけど。で、最後さらにこします。もうこのこすのが大事。はい、スープ完成です。したら最後背脂炊いていきましょう。今回は背脂をスープで炊くんじゃなくて別で炊きます。圧をかけて30分。
背脂もトロトロ。で、背脂はさっきの返しで味付けしておきます。そしたらトッピング用意していきましょう。まずもやし一袋。まあキャベツは少しでいいね。さあチャーシューもいいんじゃないですか。うわー美味しそうだね。で返しいつもは40なんだけど、今日は塩入れてなくて塩分濃度が低いんで60いきましょう。30 45 60。それでは仕上げていきましょう。野菜入ります。野菜上がります。はい、麺300入ります。あっちゃー、麺上がります。スープ入ります。麺入ります。ラーメンを渡しました。ニンニク入れますか。野菜ニンニク増し増し、しし油でお願いします。はい、というわけで完成です。非乳化乳脂肪でございます。はい、それではいただきます。いやマジでいい感じに醤油強めの非乳化スープになったと思いますよ。まずスープから。うんめうめ、あっさりしてるんだけど豚と鶏の旨味がめっちゃ出てる。今回はね、麺デロ麺にしてみたの。結構よく茹でたよ。じゃあ麺もいただきます。うまっ。つうかやっぱ食いやしい。これなら全然スルスルいけるわ。おっけ。チャーシューうまくじなんですが、麺掘り出すのが大変。それじゃ恒例のやついっちゃいましょうか。この油の塊と麺を一緒にいっちゃうやつ。大正解。このあっさりスープに背脂のパンチが一気に入るね。野菜も今回はクタ系にしてみました。悪くない。ここらで端のニンニクを混ぜ込みまして味変します。やっぱニンニク強い方がパンチがあってうまい。あっち。マジジローの時の銀ビエオヒヤクソうまい。言うてしんどい。あーあー、め
ちゃくちゃ満腹だね。とって腹いっぺーだよマジで。うー苦しい。あーというわけでごちそうさまでした。いくら皮乳感にしたってあんだけブロック背脂入れたらねしんどいね。そんなわけでまた台風の時にジローを作ろうと思います。またお会いしましょう。この島の香りよこの波の歌よ島に帰らん仲間もいるけど潮風に愛が震えてる島海と共に忘れないでいてくれよ帰れ。